experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE, ANA, World Air Current, Podcasting. 今回は3月16日放送、ウェブガイドアラウンドインディア代表の田村由美さんに伺った南インドのお話です。由美さんがもともとアーユルヴェーダにこう出会ったっていうか、そのきっかけってどんなことですか？はい、最初に出会ったきっかけは、最初にヨガを興味が湧いて、それであの古本屋さんに行ってヨガの本を買って、それでそこから独学で始めたんですね。でそしたらそのヨガの中でも浄化療法っていう体をきれいにする方法とか書かれていて、でそこにアーユルヴェーダっていう記述があって、アーユルヴェーダって僕のイメージとしてはなんかもうあの額に油を垂らすイコールアーユルヴェーダっていうか、ごめんでもそれしかイメージがないもんね。そうですね。でもそのイメージはやっぱりすごくなんかあの珍しいというか美しいイメージが、はい、ありますよね。でもそのオイルを垂らすっていうあれもあの、エステとしてではなくて、病気のその治療とか体を良くするための治療の一部として行われているもので、オイルだけじゃなくて牛乳を使ったり、あとバターミルクって言われる脂肪分を抜いたヨーグルトの液体みたいなものを使ったりとか、あとはココナッツウォーターを使ったりとか、いろんな種類によってあの症状によって液体が変わります。なるほど。でもそれをこう体をうまくなんか塗るだけじゃないでしょ、要するに。そうです ね、はい、中に染み込んで、いくっていうことですね。このアーユルヴェーダっていうのは、まあ、その世界三大伝統医療の一つって言われてるんですか？はい、これ世界三大って何があるの？中医学とユナニ医学っていうペルシャ系の医学なんですけど、これはちょっと あんまり日本では一般的では、ないですね、はい、でも、インドだとユナニ医学とアーユルヴェーダと、あとシッダ医学っていうものとかが結構有名な伝統医学として、行われています。はい、でそのアーユルヴェーダの発祥の地っていうのがインドのケララなんだ。発祥具体的に言うと、発祥は5000年とか3000年前と言われていて、具体的にはちょっと曖昧な部分があって、古典を見ると、ヒマラヤのところが発祥とも書かれていたりとか。随分来たね。そうですね、なのでちょっと具体的な部分はちょっと分からないんですが、ケララ州のところに、その地理的にこの三角の左下の長細い部分がケララ州になるんですけど、インドの随分南と思っていいね。そうですね、下の方の三角にこう尖った部分の左側、左下の長細い部分、長細いところ、そしてあの左側がアラビア海に面してます、そして右側を西ガーツ山脈っていうものに阻まれています。なのであの他の文化からちょっとあの影響を受けづらいというか、あの独特なものが残りつつ、スパイスとか、いろんなもの産地なんですね、でスパイスはアーユルヴェーダでお薬の元にもなりますし、そのヨーロッパの人たちにしてみれば、その貿易の相手だったので、他の地域よりもその交易相手として、玄関みたいなもんだ。そうですね、なのでその友好関係が築かれやすかったりしてたみたいですね。そのためあの昔ながらの伝統が壊されるというよりは残りやすかった、残ったままずっと発展していくっていうことだね。はい、そうですね、なのであの木造建築がほとんどインドではなくなっている中で、ケララ州には残っている、ケララっていう名前、初めて地名を聞く方もいらっしゃると思うんですが、どんな特徴がある地域ですか？はい、地域としてはイメージはココナッツのヤシの木がもりもりもりとあって、そして水が豊かで、お米がいっぱい育っていて、それで人がニコニコ笑っていて、ちょっと色が黒くて、目とか鼻とかがちょっとクリッとした丸みを帯びた感じで、背が少し低めの人が、多いですね。あのインドはね、だって言葉だけでもいっぱいあるし、文字だけでも13とかなんかあるでしょ、だから一口でね、一言でインドってまとめられないじゃないですか、そうですね、だからいろんなインドがある中でもやっぱりその南らしい、でもお米ってのはそうですね、あのインド北の方はお米そんな食べませんから ね、南に行けば行くほどお米食べるし、その民族的にも全然違うということだ ね、そうですね。でボンベイなんていうのは、割と近くではあるけれど、あそこはまあ大都市じゃないですか、それとはまあ全然違う雰囲気、全然違います。そうかそうかそうか。なのであの最初に初めてインドに行ったのが、
ムンバイは一泊トランジットだけで行って、はい、それでその都市の洗礼を受け、一泊でもう、あ怖い、やっぱりインド怖いんだ、はいはい、みたいな風に思ったんですけど、はい、次の日に着いたケララ州で、うん、みんな友達かなっていうぐらい手を振ってきたりっていう感じの対応だったんですね。で、そのケララ州に逆にいてみたら、うん、自分が思っていたような、うん、あのインド雑貨って言われるものとか、うん、何にもなかったですね。例えばナンも食べないしとか、はいそうね、はい、いろんなものが全然違ってて、うん、それでそのムンバイとか、うん、そういうところに行くと、うん、あまた別の文化があってみたいな感じで、そのケララ州の中でも北部と中部と南部と内陸部とかまた全然文化が、はい、違うんですけど、やっぱりその大都市のムンバイでインドって思った方はぜひ、うん、はい、覗いてほしいと。そうか。そしてあのもっとフランス領のところも多いんですって。あとそうですね、フランス領は今も一部の、マヘーテというふうに呼ばれるところは、はい、ポンディシェリーっていうところがインドの中でもフランス領の部分なんですけど、うん、でそれ以外にもポルトガル領だったりとか、オランダ領だったりとか、もちろんイギリス領だったりっていういろんな歴史が混ざっているので、もっとユダヤ人の方とか、うんうん、そういう方とかもいっぱいいらっしゃいます。はあ、なんかインド、僕はあの今から20年ぐらい前か、はい、インドに2週間ぐらい旅したんですけど、はい、ほとんど北の方ばっかりだったんですが、でもやっぱりその日本で普通に暮らしてると絶対に体験しないようなさ、はい、たくさんあるじゃないですか。僕はデリーとあと、まあ、いろんな時バラナシ行ったり、はい、行ってたんですけど、あの辺で、でもやっぱり全然違ったんですけど、南はまた南で全然違うって言いますからね。そうですね、うん、北は怖いこととかいやいや、うん、怖いっていうか、とにかくほら、例えばし、ね、なんか一つ物を買おうと思っても、はい、その値段交渉だけで何時間かかったりさ、タクシーで そうですね、あそこに行きたいっていうだけなんだけど行く時間よりもずっと値段交渉してるとか、その時間がすごくなんか大変でした。そうですよね、はい、疲れる、はい、そうやっぱりインドで疲れちゃうのは結構その部分が多いかなって思いますよ ね。ケララ州が逆に私もそういうイメージを持ってたんですけど、うん、ケララ州は結構その定価があったりとか、しっかり、はい、していて、でそのちょっと大都市の観光地の場所に行くとちょっと違うんですけど、うん、あの私が行っている北部のカヌールっていう町とかだと、うん、逆に安くしてくれたりとかあとはあのご飯に誘ってくれて、お金を出してくれる、ことの方がすごく多いですね。オートリキシャも何も言わずに、もうあの普通だといくらで行ってっていう交渉をしなければいけないところ、うん、その町だと最初からメーターを倒してくれてそのメーター通りで、あでもいくらでいいよって逆に安くしてくれたりというような、はい、感じのことがよく残るんです、まあのんびりしてるんだ ね。そうですね。ケララの人々の間でそのアーユルヴェーダっていうのはどれくらいこう皆さん浸透してるっていうか、そういうものなんですか、どういうもの。そうですね、例えば北の方で、アーユルヴェーダっていう言葉を聞くと、あなんかオイルマッサージみたいなものでしょっていう感じで、うんうんうん、はい、言われることとか多いんですけど、はい、ケララで例えばアーユルヴェーダっていうと、あ自分の知り合いはねとか、誰かしら自分の親戚とかつながりのある方がアーユルヴェーダのドクターだったりとか、薬局をやっていたりとか、そういうふうなつながりが多くあって、うん、それでそのケララのアーユルヴェーダっていう風に特にちょっと別枠でくくられているというか、はい、あの根付いているのでちょっと違う形にもなっているんですが、そこではあの普通だと十何歳から年を取るまでオイルマッサージしようねとかいう風に言われたりするのが、ケララの場合だと生まれてから死ぬまで毎日オイルマッサージをしましょうねっていう、はい、感じで、すごくあの人々がお風呂に入る前にはオイルを塗るっていう当たり前の作業として行われて、はい、います。そうなんだ、はい、ゆみさんはその、ね、病院が提供しているコースを受講されてる。はい、はい、そうです。これは一番初めその待って、まあ、いろんなコースっていうかね、あの段階があると思うんですが、はい、基礎っていうか一番初めはどういうことを学ぶんですか。そうですね、最初、1ヶ月のクラスがありまして、はい、うん、あのそのクラスではアーユルヴェーダがどういうふうな考え方をするのかっていう理論と、はい、それとトリートメントとかの方法を習います、はい、例えば先ほどのシロダーラの方法、はい、シロダーラオイルを額に垂らす方法だとか、はい、あとはオイルマッサージを人にする方法だとか、うん、あとはケララの特徴的なトリートメントとして、うん、ハーブとかスパイスとかのパウダーとかを布で包んでボールみたいな形にして、はい、それを当てるようにしてマッサージするものとかがあるんですが、はい、そのキリっていうマッサージの方法を習ったりします。
それは布でこうくるんで、はい、乾いたままのスパイスってイメージなんですか。乾いたスパイスを温めながら体に、うん、はい、いくものですね。生のハーブを使う場合だと、うん、オイルで炒めて、うん、それを包んで、うん、さらにオイルをつけながら、温めたオイルをつけてジュージューやりながらそれを体に当てていくっていう、はい、感じで、ちょっと香ばしくて本当お料理みたいな感じです。なるほどなるほど。でも口から食べて入れるんじゃなくて、その皮膚に当ててっていうところがなんか奥ゆかしいですね。そうですね、すごいね、はい、現地のそのコース受けるのに現地の言葉っていうのを覚える必要ありますか。基本的にはありません。はい、はい、基本的には英語で行われているコースなので大丈夫なんですが、うんうん、実際にトリートメントをしたり、うん、病院の中で働いているスタッフたちは現地の言葉しか喋らないことも多いので、うん、ちょっと その挨拶とかだけでも覚えたりすると、ね、はい、コミュニケーションがしやすいと思います、うんうん、なるほど、はい、旅行者として行きます、はい、そしてアーユルヴェーダ受けたいな、診察を受けたいなって思って、うん、でも大丈夫なんですか、それできるものですか。そうですね、そちらの、私が習った病院も、うん、一応短期のコースみたいな、と1週間のトリートメントプランみたいなものとかも提供してますし、はい、あ、そうですか、はい、それ以外に例えば現地で行ってお薬の処方だけ受けたいっていう方とかは、うん、一応街中にその製薬会社さんとかがやっている薬局がいろいろあるんですね、はい、そういう薬局にはケララの場合だと基本的に、うん、アーユルヴェーダドクターが常駐してるんです。で、日本の場合だとお薬を買いたくなった時、うん、自分で行って選んで買うっていうことができるじゃないですか、うんうん、でもそのアーユルヴェーダの薬局の場合だと、うん、正規のルートではそこでも先生に見ていただいて、うん、それでその先生が数あるそのお薬の組み合わせから選んだものを処方するという形になります。おすすめの診療所なんてあるんですか。そうですね、私が学んだところですと、はい、北部のカヌールっていうところにある PBA アーユルヴェーダホスピタル、はいはい、というところです、うん、そして、よく街中にある薬局で安心なのは、うん、コッタカルアーユルヴェーダっていうところが、はい、安心だと思います。あ、じゃあそこチェックした方がいいですね。そうですね、はい、デリーとかムンバイでも発見できますので。そうですか、それは、はい、食文化ということで言うと、そのケララってどういう雰囲気なんですか。そうですね、完全にお米がやっぱり多くって、うんうん、イメージとしてはバナナの葉っぱ の、はい、上にお米が乗って、うん、はい、でその上に、豆と野菜のカレーが来て、うんうん、そこにいっぱいおかずが、うん、はい、並んだりする感じなんですが、今ですと元々のヒンドゥー教徒のベジタリアンミールスみたいな風に定食って呼ばれるもの以外にも、ビリヤニとかムスリム系のその食事のビリヤニとかもすごく有名ですし、炊き込みご飯みたいなですね。そうですね、はい、でその炊き込みご飯もケララのその北部のマラバールビリヤニとか言われるものは、またちょっと他の地方のとは全然使ってるお米とかもちっちゃいお米を、はい、使ってたりして。長くないの。そうなんです、はい、なので特別なので、はい、そういうのも食べると楽しいと思います。そうですか、はい、カレーはどんな特徴がありますか。カレーはですね、うん、面白い素材を使うものがあって、はい、バナナ、青いバナナをブツブツ切ったものを皮ごと、うん、はい、皮ごと使います、はい、でそうすると、うん、普通にバナナの皮を食べると、うん、なんかクシュッとそのちょっと渋みがあるという感じがするじゃないですか、はいはい、それが、うん、外側はちょっと繊維質のある、うん、ナスみたいな感じだよね、はい、火を通しすぎないナスみたいな感じで、そして中の部分は芋です、うん、一つで二度おいしいみたいな。まだ全然熟していないから甘くはないんだ。そうですね、甘くはないです、はい、それも、はい、よく食べますし、うん、あとそれ以外にジャックフルーツっていう大きいフルーツですね、はい、うん、30センチぐらいあるような大きいフルーツのその中の種を使ったカレーを作ったりとか、あとマンゴーの甘いマンゴーを使った特別なカレーがあったり、はい、ちょっとなんか意外な食材を使った、はい、ものもいっぱいあります。そうです、ね、はい、すごい美味しそうなんだけど。ぜひ行ってみてください。これ何、サッティア。はい、はい、サッティアというのは、はい、ケララ州のご馳走のことなんですが、うん、
例えばその普通の普段のご飯の時に、うん、バナナの葉っぱに盛られる、うん、おかずの数が3種類ぐらい、はいはい、とそんなイメージだ ね、 そうですよね。いわゆるミールスってやつでしょ。あ、そうですそうです、うん、はい、そしてそのスープっぽいカレーがあったりっていうようなイメージなんですが、このサティアの時だと基本的に20種類以上あるような、うん、はい、感じの。あ、この写真がそうだ。あ、そうなんです。すごい、はい、こちらはオナムっていう収穫祭のような時に作られるものなんですけど、すごい大きなバナナの葉っぱに、うん、手前側にはご飯と、これはチャパティかな、これはパパダムっていう、パパダムね、はい、そうです。あの乾いたパリパリしたやつな。そうです、はい、豆のせんべいです。美味しいね、はい、美味しいですね、うん、そしてその向こう側というか、その、はい、バナナの葉っぱの向こう側、はい、半分向こう側に、はい、これおかずがいっぱいあるね、1、3、4、5、6、1、10、20個ぐらいあるね本当に。そうですね、これ以外にあの器に入ったラッサムっていうスープと、はいはい、バターミルクの液体と、はい、あと他に、パヤッサムっていう、うん、米を甘く煮たものとか、あとはハルワって呼ばれるジャックフルーツを煮詰めたプルンとしたデザートとか、いろんなものが周りにさらにつくっていう感じですね。これのしかも食べ方がありまして、アーユルヴェーダの考えにすごく一緒なんですが、はい、一番最初にバナナとパパダムを混ぜたものを食べるっていう、甘くて重いものを食事の先に食べるっていう、はい、ことをします。え、デザートじゃなくて。そうなんです。最初にバナナの、それは生のバナナってこと？それは生のバナナです。ちっちゃい黄色いバナナがあって、うん、はいはいはい、島バナナみたいな。そうですね、はい、うん、そちらと、パパダムとこの豆のせんべいを混ぜて、はい、それでちょっとギーを垂らしたりして、うん、それをクシュクシュクシュと手で混ぜて、はい、それを先にいただくっていうのが最初に食べるといいよって、はい、言われてます。逆に食事の最後にはそのバターミルクの酸っぱいものとか、ラッサムっていう酸っぱいスープを飲むと最後に消化を促すっていう、はい、流れがあります。なんか普通逆だもんな。そうですよね。だからやっぱりちょっとあの考え方が逆で、あのすごく消化の力がある時に栄養になるものを先に入れましょうねっていう、はい、面白い。まあ、ケララって南部ですけれども、はい、あの北部もやっぱり素敵な場所たくさんあるということですけれど、はい、これはどこ？グジャ？グジャラートのカッチ地方という逆三角形になっているインドの左端ですね、はい、パキスタンとの国境近くのところにあるタール砂漠とか、うん、そういうこの辺なんて砂漠だもんね、はい、そうですね、はい、うん、そういうエリアのところに、あるカッチ地帯というものがあるんですけど、うん、そこは湿地なんですね。はい、なので雨季の時期になると水がパーッと張るんですが、うん、寒気になると水が干上がって、うん、そこに塩の砂漠がふわーっと広がるっていう、はい、へえ、素晴らしいね。でも行ってみたくなった。あ、もうぜひ。そしてこ の、はい、あのアーユルヴェーダをはじめ、はい、いろいろインドで教わったこの知恵を日本で伝える活動されてますが、はい、このアーユルヴェーダのレクチャー、はい、する際に工夫されてることって何かありますか？やっぱりあの結構言われるのが、アーユルヴェーダって難しいよねとか、うん、あの長く学んできた方たちが、はい、暮らしにどうやって取り入れたらいいのかわからないとか、なんで楽しいと思えるのかわからないというふうに言われたりとかしてたんですけど、私の場合逆にその体験から入ってしまったので、やっぱり楽しさの方が、はい、先に立っていて、当たり前のように暮らしにあるようなものなので、はい、誰もができる当たり前のもの、どこの国に行っても誰でもできる、年も関係なくできるものっていう感覚なので、やっぱりその当たり前の部分を実際に匂いを嗅いでもらったり、現地のものを触ってもらったりしながら体験してもらったり、あとはその分かりやすい言葉に置き換えてお話しするようにしています。はい、あのケララの病院への入学とか入院、今いろんな形があると思うんですが、はい、診察処方のサポートとかもされてるってことですけれども、はい、この現地の先生の方々はどうですか、ユミさんのご活動にどんな風にご意見されてますか？そうですね、やっぱりあの自分たちの伝えたことが、うん、日本で新たな、ね、はい、形になって、私が伝えていることとかをすごく喜んでくださってて、はい、応援してくれてます。いいですね。それでその私の講座の方に、はい、あの来られた生徒さんたちが、うん、大体毎回どなたかがインドに学びに行かれたり、うん、その先生のもとに治療を受けに行かれることがあるので、うん、その方たちが来ることも本当にすごく、なるほど、はい、喜んでいます。どんどん広がっていけばね、何よりですもんね。そうですね、素晴らしいね。今日これ持ってきていただいて、このお茶これどうやって飲むんですか？はい、あのこれは
はピンクウォーターで、はい、あの現地では言われているものなんですが、だいたい2リットルぐらいのお鍋にお湯を沸かして、そこにほんの一つまみ入れてください。でそうすると、1分ぐらいちょっとそのままちょっと加熱して、うん、もう常温になっちゃって大丈夫なんですけど、そうするともうちょっとびっくりするぐらいピンクな、はい、綺麗な色が出ます。これは、はい、葉っぱとかなの？もともとのここのメインの材料は、うん、スオーって日本で呼ばれる、うん、染料とかにも使われるものなんですけど、はい、その木の樹皮の部分です、はい、あ、皮ね、はい、皮の部分です、うん、へ、ピンクになるんだ。はい、ピンクになります。味は？味はちょっとご不満ですよね。いや、びっくりするやつ。それがですね、色はびっくりなんですが、あの味はノーマルです、あ、そうですか、はい、ほとんど味はないです。はい、楽しみだ、面白いですね、はい、さて、楽しいお話たくさんありがとうございます。あの、これはゲストの方必ず伺ってるんですが、由美さんにとっての旅というのは一体何ですか？はい、私にとっての旅とは先生です。もう旅自体が、はい、旅自体がいろんな人に会って、その人の暮らしであったりとか、うん、生きてどういうふうに元気になってとか、どんなふうな生活して何を食べているとか、そういうことが一つ一つが、はい、全部私の学びに使わせていただいてます。楽しい時間でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ANA World Air Current